ああ、首かゆい。どうも、はじまきよしろです。モンスト初見でね。モンスト初見ってこういうことだぞ。っていうことを言いたいわけよ。初見のくせに攻略してるやつとかいるじゃん。初見のくせに対策とかしてるやついるじゃん。対策知らねえもん。うん。で、そして知識もねえ。だからそのモンスト偏差値マイナス2系だな。もうそういうやつがモンストやったらどうなんのっていう、もうとにかくイライラする。もうとにかく全ての基礎知識さえも知らないという。やつが、あ、これ強そうかなっていうので適当にやるとこうなるぞっていうやつだ。今日はね、俺の今のスタミナで一番強いやつをいく。強そうなやつ。あ、もうこれ絶対強えべっていうやつやるわ。で、本当のね、初見。初見中の初見でもうね、その、プレイできるとかじゃない。今日はほんとふざけます、僕は。だから、これネタとして見てほしいなっていうのはやっぱりありますよね。はい。17件もメッセージ来てる。これ一括受け取りってできないですか？なんと僕のランクがね、22なんですよね。22ってすげえよな。やばくない？で、経験値あと709でレベルアップするレベルだから、お前モンストやらなすぎだよな。モンストの何十も知らない。ももいっちゃダメだろっていうレベル。モンストの何十も知らないよな、本当に。そういうレベルですよ。なんで俺はモンストやってないかっていうと、単純にトレジャークルーズの方が面白いから。いや、難しいんですよ、これ。で、なんかね、キャラだけはいいの持ってるんですよ。多分いいやつなんじゃないかなって。こうですよ。こう。キャラはいいの持ってるんだ。ほら、こういうね。いいでしょ。多分いいキャラなんだよ、これは。こういうね、こういうやつ。にいいキャラが出ちゃうって世の中クソだよなって思うよね。なんか強そうなの、なんか強そうなのないかな。めっちゃ強そうなの、あ、ないな。じゃあなんかオロチマルってやつ倒すわ。オロチマル消費スタミナ、あ、じゃあそのね、ライトンのホワイトスネークのこれやりますわ。あ、できないらしい。で、その、じゃあ、わかりました。もう知らねえ。オルチマルの、極っていう方やります。極にね。で、極にオルチマルが、こいつでいいか。こいつで、やっていこうと思います。こうやるからな。俺は。あ、じゃあ、こう三角関係でやるか。首、こうやってやるときに。やるよ。俺はこのね、画面に映ってんの。眩しくて見えねえ。こうだろ。多分こうだ。あ、そんな全然食らってないじゃん。余裕だ。あ、見えねえ。いや、普通にやらせてくれ。なんかそれっぽい動きするから。
え？突破しました。まず1個ね。突破しましたよ。いや、マジでモンストやる気ないやつだよな、こいつ。ほら。いや、もうこの角度でやる新しいっすよ。うわ、光反射するのうぜえな。なやねんこれ。なやねんこれ。余計に。で、だから、こうすればいいんだろ。お、これでいいんじゃない？これならいいでしょ。逆に暗くなったな。まあいいわ。これで見やすくなったということで。あ、やめろ、この野郎。俗に言う神プレイですね。これ名称ですわ、マジで。これはうまい。なんか変なの来た。あ！ということでね、まあ、ここからあの有料会員限定でみたいなね、言うじゃんよく。いや、どこからだよ。いや、ここからなんだよ。まあ、強い。まあ、強い、こいつ。痛いよー。あと、すいません、あと、有料会員っていう概念はないです。これいけるんじゃね？あ、めっちゃ毒食らったんですけど。倒してる。ボスが逃げた。追いかけろ。なんでボスが逃げんだよ。ギャランドゥ。マジギャランドゥだわー。なんかこれ、よくわかんねえな、これ。ガチでよくわかんねえ。なんか敵に169万ダメージ与えてるし。あ、これ勝てるだろ。これ勝てるだろ。これ勝てますわ。これ勝っただろ。これは勝てるよ。うん。そんな簡単でいい？簡単なんだろうな、多分このステージは。あ、やばい。あ、負けた。負けたんですけど。やられた。ゲームオーバーだってさ。いや、なんか中途半端な結果ですよね、やっぱり。その一番最初の層で負けたら面白かったのに、結構そのね、微妙なところで終わるっていうネタ動画として一番ダメなものだと思います。 なので、虹玉っていう概念が存在してる。あ、今日の11時59分までで4周年爆裂感謝合唱だって。で、どれがいいんだろうな。で、闇属性で適当に
可愛いのがいいな。なんか全体的にアトゥーム。何それアトゥーム。アトゥームってアルビダ。あ、北垣海賊王女だ。アルビダね。最近多分追加されたやつでアルビダは、それだけは知ってる。あれ違う。違うのかなもしかして。いや、それだったら恥ずかしいから。いや、まあ、アルビダにしとっか。モンストとかやらないんで何もらったっていいんですよ。うん。っていう、もう、クズ中のクズ発言。じゃあ金玉確定10連ガチャ、ガチャ引きたいんで俺はよ。引っ張れ。なんかいいの来るかな。お、なやこいつ、え、星4かよ。お、なやこいつ、これ多分バッファローマンって名前だな。いや、教えてくれないんかい。お、これなんだ、ブラックレディって名前だこいつは。あ、こいつレアなんだ。キックガールマーク2。え、こいつも星5なんかい。強いのがよくわかんねえな。いや、はっきりはしてもらってね。その強いのがよくわかんねえ。なんか強そうなやつ。レアリティ5とかにして。レアリティ5。え、よくわかんねえわ。なんかオラゴンってやつが新しいモンストのキャラクターなんだね。かわいそうにね。あのちっちゃいレッチリードなんかはを見捨てられたってわけか。数奇な星の運命にありということでね。よくわかんないっす。ということで、次回のお便りです。